反省会です。今日の日曜日を反省しましょう。飲みます。日曜日皆さんお疲れ様でした。私も疲れました。何より、香港国際、競争で落馬事故あったじゃないですか。一応福永くんも意識はあるということなので、やっぱそこが心配でしたので、ピクシーナイトも、大丈夫だという情報もありましたし、福永くんがのその後の情報がないのであれですけども、脳震盪とやっぱ落ち方がすごかったので、かなり胸から落ちたような感じでバウンドしてたので、ちょっと胸が痛いというので病院で検査してるらしいんですけども、まだその後の続報が入ってきておりませんが、意識はあるということなので、心配された方たくさんいたと思いますが、競馬というのはやっぱり、いやーそうですね、危険な仕事だなと思いましたね。ジョッキーの皆さん無事で、何よりですが養護不良になってしまった馬もいるので、まあ、その辺はちょっとご冥福をお祈りしたいと思います。はい、ということで今日は声出さずに、お疲れ様でした。はい、阪神ジュベナイルフィリーズ、私が推した時空馬はサークルオブライフ、命の輪は、お見事デムちゃん一着に来ました。がしかしですよね、もう2着もちょっとな、やっぱ関東馬のワンツーになっちゃったんですけど、私いや旦那くん黒岩調教師ね、応援してやれなかったな。ロゴタイプなんですよね、万馬券取らせてもらったロゴタイプだった。いや前走出遅れて 1,2 列後ろからでっていうレースで3着、黒岩調教師も 馬が良くなってきて、まあ輸送も関西輸送もあるし挑戦ですって言ってたので、あーやっぱな馬体減ではあったんですが、買えなかったな、ごめんなさいだな、旦那君と黒岩さん。関東馬の勢いでサークルオブライフは来たんですが、いやーそこは残念でした、申し訳ございません。はい、そして竹さんのねウォーターナビレラもオークスで買いたいなって思ってたんですが、3着にね積極的なレースをして残りました。10番11番13番、ね、結構ないい配当にはなってますよね。反省です、反省で飲みます。はい、ねそうなんだ。もうねこれ1番人気2番人気はこれはもう馬体減マイナス10キロありましたので、そこでにつきますね。ナミュールも多分強いんだと思うんですが、馬体減調教やりすぎたのかな、輸送して戻ってきて、マイナス10キロでちょっと出遅れましたね。まあ内をついて伸びてきましたが、伸びないところで伸びてきましたが、力はありますがハービンジャーなのでああいうところは多分走れるとは思います。いやー馬体減難しいですね、2歳の女の子は。ステルナティーヤまた言えてない、ステルナティーヤもマイナス10キロでしたね。やっぱ私も気になって、この木村厩舎の馬綺麗なんですが、やっぱりね馬体減の馬は怖いっすよ。まあそこにつきますかね。一応馬券買ったんですよ、馬券は買ってきたんですが、はい、11番13番いなくて、保険でレッドさんが軸にした5番のスタティスティクスっていう初くらい3くらい和田ジョッキ、もうほぼ後ろからの4コーナー
外出してって頑張ってはいますが、その馬券も買ってました。5番からワイド1 6 18に、これも来なかったです。レース後のコメントで和田ジョッキースピードに乗るまで時間かかるので、その前に馬たちに他の馬たちに行かれちゃって、で、ね、3列目が遅いので、ああいう形で最後も外回しかなかったと。でも力があって中距離だったら活躍できるって言ってたので、まあ初くらいなので、そうですね、来年ですね、来年の秋ぐらい強くなってくれたら、いやもしかしたらオークスぐらいの時に、年明けてですね、うん、スタティスティックス、はい、さあそんな感じですね。阪神ジュベナイルフィリーズは、はい、さあ私今日渋谷で買ってきたんですけど、これね、レーシングプログラムいただいてきて、はい、今日ねラブゾーンリュウが引退レースで、これ海外3勝して引退しましたね。お見事でした。ラブゾーンリュウ、川田ジョッキーもね、その前のスプリントで危なかったですけどね、ダノンスマッシュは引退レースだったんですよね確か、うん、そうだな、ダノンスマッシュ確か引退レースだったんですよね、そうだ、あ、無事でよかったですよ、うん、無事でよかった。レシステンスが2着で、香港バーズはグローリーベイズが勝ちましたね、またね、うん、日本馬強くなりました。いやでも怖かったな、やっぱ私も見てて動画撮ってたんですけど、やっぱびっくりしちゃいましたね、馬券どころじゃなかったですね、やっぱジンバ無事にゴールしてくれることがやっぱり一番の願いですけどもね、うん、怖かったな、うん、ドキドキずっとしてましたねその後ね。だからネットで情報が入るのをずっと見てましたけど、高さもすごい心配してて、川田ジョッキー、福永ジョッキー進行があるので、ですぐビデオ見直したら川田ジョッキーは避けてましたね、ダノンスマッシュでもう巻き込まれそうでしたけど外に逃げて走ってるのが分かったんですけど、福永くんがもう後ろから行ってもろ煽り食って飛んで倒れかけた馬の背中にドンとぶつかって、その後地面に叩きつけられて動いてなかったので、いやあれだけ強い落ち方してたからちょっと心配ですね、あばら骨とか鎖骨とか首とか、もう絶対ムチ打ちのあれはあると思うので、うん、まあ無事に戻ってきてほしいですね、もうその願いしかないですね、うん、はい、だからねちょっとねこの反省会もやろうかどうか迷ってたんですけども、やっぱりねモヤモヤっていうかいろいろな思いでいる方もいらっしゃると思うので、この日曜日ね当てた方はおめでとうございますけども、私みたいにね、紐なしの助ですから、軸は来たけど紐なしの助、それが私です。それも競馬だ、よくあるわ。いやー G1 が当たらなくなってきたな。でもまあ軸はね、軸が来たのでまあそこはなんですけど、もう来週は硬そうだな、来週硬いでしょ、来週あんないないでしょ探そうと思っても、ということでね、まあ今後もゴルドミ今夜も乾杯とか、まあ、反省会やっていきますけど、その中でまあ漢字のお話なんかもしていこうかなと思っております。はい、うん、例えば反省会この字なんですが、まあ反り返る、うん、これ壁を押したり板を押したりしてその反動でこれ反り返る形なんですね、手なんです、これまたは手なんですね、で壁とか、そういうものを押してこう反り返る、反り返るっていうことで信仰道をつけると返るっていう字だったりするんですね、うん、ここに小里編つけると大阪の坂ですけども、はい、それも土編の土に
坂ですけど、やっぱりこういう上り坂だったりする丘だったりすることでこうやって体重が後ろに反るっていう、そのそこから来てるんです。はい、っていうことは振り返って人生を振り返って競馬のレース後を振り返って少しの目と書きますけども、これは歩くの下なんですね。歩くの下、歩く、振り返って過去に歩いて帰ってしっかりと自分の目で見て必要なものと必要ないものをしっかり見極めるっていう目なんですよ、うん、そしてまた戻ってくるっていう、帰り見るっていう字でございます。はい、今後漢字をこのゴルノミでやっていきますので、ぜひ、のんびりと寝る前とかに見てください。反省会とは過去を振り返り帰り見て必要なものだけを持ってまた未来に歩いていくっていうね、自分の足と自分の目でしっかりと振り返らなきゃいけないです。皆さん旦那君と黒岩ジョッキーを信じてなかった。関東馬のワンツーですよ、関西で輸送して人気馬のステルナティア、まだ言えない、覚えられない、これはもう馬体言がね響いたかな、うん、ルメちゃんで人気なんだけど、いい馬巡ってくるけど、やっぱりそのいい馬がその日にその 100% の力を出せる状況に持っていくかどうかですね。サークルオブライフは馬体がなかったです。478キロでした。うん、ちょっと楽しみですね。国枝先生もちょっと距離は短いかもしれないけど、多分2000メートル以上で活躍できるんで、この馬もオークスあたり面白いと思います。エピファネイアさんか、あとウォーターナビレラの大型オークスに狙いたい。あとはナミュールがどう復活してくるかですね。ナムラクリアはミッキーアール3区でこれやっぱ1004前後かな。うん、あとスタティスティクス、まだ言えてない、スタティスティクスの成長に、うん、ラブリーはアイス、これちょっと頑張って、来年、NHK マイルカップだ、ビクトリアマイルだとかね、後にね安田記念とかマイルチャンピオンシップとかに来てほしい ね、 これね、ロボタイプさんからパーソナルハイの成長をちょっと楽しみにしておりますので、ということで皆さん、はい、負けた時は反省会しますよ、私も、今日馬券当たったらタカさんと飲もうかっていう話になってたんですが、なしです。ということで、12月12日でございますが、皆さん、日本海側寒気が急に入ってきて明日寒くなりますので、多分関東の方もどんどん寒くなってくると思います。天候の変化、大雪は気をつけてください。運転の方とか、革靴なんかも下が凍ってきたら滑りますので気をつけてください。早め早めの行動をよろしくお願いいたします。ということで皆さん、私この後ラーメン食って明日ゴルフの番組の、ゴルフ番組の収録です。それは元旦放送の収録をしていきますので、お疲れ様でした。あ、そう。昨日山形で、ティグライブといって山形の物産展の、生配信やってきました。2回目です。いろんな美味しいものを食べてきました。お米美味しかったな、つや姫。うん。その模様も、まあ、来週以降出しますので、先週撮ったんですが、出さなかったものを出していきますので、のんびりと皆さん、反省会をしながら、明日の仕事を頑張ってください。はい、ということで、今後、ゴルノミでは漢字をやっていきますのでよろしくお願いいたします。おやすみなさい。See you again!
軸は来たけど、紐なしのすけです。